え？マジ？ちょっと待ってよ。9月20。本当だ。明日の8時から入れてた。間違えた。ピエン。なんでいつも間違えるんだろう。ショールームの予約入れるの難しい。ショールームの予約入れるの難しすぎる。いつも間違えてる。ちょっと今てん。じゃあこれはゲリラ配信になったってこと？これはゲリラ配信ってことか。パンジャラさん、ハートありがとうございます。似合う独り言さん、ありがとう。ピエンだね。歌舞伎後ろでバレた。アリル配信だわ。ピエンと見まってん。え、もう上がった。上がってるじゃん。こちらにスタジオの TikTok にネモハモルーマーが上がってます。見てね、見てください。微妙にできてる。私微妙にできてる。完璧って感じじゃない。微妙にできてる、なんとなくできてるから見てください。ごまかしがうまくて私。 T シャツ届きました、ありがとう。よかった、あずなちゃんいっぱい来てください。レビューも待ってます。アリカンレビューみんなありがとうございます。ツイッターでたくさん見つけていいねしました。インスタも待ってます。インスタやってる方はインスタでも待ってるよ。アリカンレビューありがとうございます。届いた、服が届き始めた方はぜひ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 。レビュー見つけました、いっぱいありがとう。坂田市民さん嬉しい。監視は増やすというお話からの申し込みが増えました。ありがとうございます。嬉しい。明日までです。明日の13時まで。おすすめはこちら、新しいおすすめはこちらです。こうで考えると確かに嬉しい。嬉しい、みんなありがとうございます。ふうさんバラありがとう。こんばんは、わわわ、こんばんは。ネモハモルーマーどう？あ、そう、痩せるダンスはこれです。そう、この生誕祭までちょっと毎日踊ろうかと思ったけど、今ちょっとここまでしか上がらないからさ。そう、生誕祭まで2週間前ぐらい習ってから、あ、1週間前か、うん、ぐらいにあのダンスを習ってTikTok 上げるように。そう、それで生誕祭まで毎日踊ろうと思って、あれ毎日踊ったらめっちゃ痩せるやんと思ったら、あのちょっと今日はここまでしかって、手が上がらないということで。あーわわわわ、でも全然普通ではないけど、普通に筋肉痛だなぐらい。脳
ーマンで筋肉痛やられた時の方がやばかったよぐらい。ワクチンは大丈夫だった。やだママに指示してモネママが撮ったんだ。うまい。写真撮るのうまっ。アリサのママよりもうまいアリサママにあんま頼まないもん。写真撮るのうまっ。ママモネママうまっ。最近興味持ったらリサーチって嬉しい。坂田市民くんいっぱい話しましょう。楽しみ。 T シャツまだ届かん。もうちょっとで届くかな。ピャン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 。あかりちゃんもレビュー待ってますこんばんは。え、2回目やばいんかな。大丈夫。やば。一回目何にあんまなかったら二回目やばいとかある。怖。まるこちゃん、ハートありがとう。なんかアバターが美味しそう。イカ焼き？イカ焼きになってる。トゥルス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 トゥ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 ス。タタラスタタテステステ。夜明けまで見つめ合えば。テレステテレス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 テレ。ひるたんと花束ありがとうございます。痩せるダンス、あれやばいよ。あれね、痩せる。あれ痩せるとサビしか習ってなきゃできんけど。あれ一曲踊れる AKB さんすごいな。あれはやばい。サビン3回踊っただけでもう死ぬもう死ぬんよあれ。うんうん。しかもあれなんですよ、あのほのたんとそらはの生誕祭2公演終わった後にあれ撮ったんですけどエディオンホールで。マジかって感じじゃないいや待って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 って感じだった。そう2公演踊った後にまさかの着替えてってなってそうあれ10回ぐらい踊っただからもうね最後あな どんぐらいの何回目ぐらいの使われたんか分からんけど最後らへんもう9回目とか10回目とかのやつはもう足上がってないもんあもう無理だってね諦めてた私。何回目ぐらい使われてちゃんと踊ってた。懐かしい写真見た。羽田空港見ました。ありがとう。ツインテールしててビビったよ私。ママ上手くないよほんまに。パパも下手くそだけね。そう家族には頼めないやっぱ写真撮るのはメンバーしか勝たんって感じ。Tシャツとパーカーついたらツイートしてくらしゃい。ありがとう。おばあちゃんちょっと待ってくれた。嬉しいだけどはるかちゃんのおばあちゃんありがとう。キュン嬉しい。あのキャラクター褒められたの嬉しいんだけどメイクさんにけなされたからね。もうケチョンケチョンにそうメイクさんにはヘチョンキチョンにけなされたからこの後ろのキャラクターこっちか。このポニーテールの毛先がちょっと分厚すぎるじゃないみたいなそうもうちょっとこうクリンってこう曲げてみたいなね。メイクさん
それにケチョンケチョンにされたから嬉しい。生誕生誕急に流れたら踊らんといかんのかな。こんばん。ロックダンスとかもね、やったことはねあるんですよ実は2回ぐらい習ったことある人生で2回だけ、2回ぐらいね、なんかやったことあるんやけどね、向いてなさすぎた。ロックダンスとか向いてなさそうよね安部さん、だるまありがとうございます。ロックダンスというか、なんかロボットみたいなさあるじゃん、なんかポン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 みたいなそう、やったことあるけど向いてなさすぎたよね、全然できんかった、びっくり。そう、多少はね、まあごまかしつつもね、いろんなダンスをね意外とできるじゃんって感じで乗り越えてきたのにね、ロックダンスだけはね全然できんくてね、もう向いてないわと思ってたけど、どうでした、意外とできたでもこのウィッチウェイみたいなステップは確かにむずい。あれなんか変な形になる、キモいってなるなんか下手じゃねってなる。早いんよあれ、目三個早い、あれはね早いんよね。 75% ぐらいでね送ってきてくれた動画があって、トゥ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 マンルーマンルーマンオーナンタスタンタスタンっていうぐらいだったよね、完璧。トゥ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 ルストゥルストゥルストゥルスト、早すぎて無理やんってなる。早すぎるんじゃい。ねえ、ママ見てきたありがとうあれはもう難しい、みんな教えてあげるね振り入れするね、あれを毎日踊ったら痩せそうじゃない。最近ツインテールしてるどういうことどういうこと。この髪の毛をこうね、流す系にしたかったけど、ちょっとね短くてからできんかった。髪の毛が短くてくる。フリーレズミ？お姉ちゃん踊れるの？すげえ。見たい。見たい。こんばんは。いや絶対健康的じゃない。私はバリバリボビボバリバリ。え、今日ね、あのロニチャビ散歩したらね、まさかのあの鬼の階段があってそう、めっちゃ団地に上がるためになんか 100段ぐらいね絶対ある、数えたことないけど100段以上は絶対ある階段があるんですよ、私の山の上に。そう、私の山の上にもう一個上の団地まで上がるボーンっていう階段があって、まさかのそこに向かって走り出すんよロニチャビが。今日散歩したら、そうだからね、登らされた階段を。最悪よもう最悪、マジかって感じ。そっち行くの、行かないよねって思ってたらね、そっちに行かれてから全速力で階段登るから、もうマジできつかった今日は
感じで階段100何段あるんかな、分からんけど150段ぐらい多分ある予想150段ぐらいあるんですけど、それをもうね登らされた一緒に、めっちゃ速い。しかもチャビーとかね、あの家出た瞬間は歩かないんですよ全然。そう、家出た瞬間はもう歩かんくて家の方向を向いて帰りますみたいな感じで、ね、家の方向からでずっとね固まってるのに、そう階段の前ぐらいに来たらめっちゃ早く歩き出して、階段の周りで最悪、この人何って感じチャビーくん最悪。わけわからんあの犬は団地ね、なんか中学生の時とか確かに団地の上から来とる人とかは登ってくんですよ。あれアリサは団地の上じゃないから登らなくていいんやけど、やばいよね、毎日登ってる人いるんかな、やばいよ、すごいと思う。もうポンポン、太ももの筋肉やばそう、グッグッって感じやばいね。こんばんは、生誕祭見つけたはもちろん一列目でしょ、一列目だよね最善、うんうん、あ確かに、いや荷物とか持っとった確かに、地獄やん地獄やんき。そんなこんなで、あとは今日は学校の課題を終わらせた、いや嘘、まだ数学が残ってる数学が残ってたよ、数学ね、やばいよ、あそこに突入した、なんて言うんだ、角度調べるというかなんかこう円の中に三角形があってみたいな、でキュン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 、こことここが長さ等しくてここを求めてくださいみたいな、そういう系のやつになった、系もう終わり、終わり。ああいうのってさ、なんかさ考え方が一個じゃないじゃないですか、あれってさ、なんかもうすごい脳みそのさ、いろんなところをこう使って考えていけんじゃん、ちょっとさ、あれやばいよねあれやばいよね、なんていうんだ、名前がわかんないや名前わかんない、内心外心とか書いてあった、内心外心ってな、解き方が一個じゃないじゃん、ああいうのって、あここがこうなってるから、あここはこうなんじゃないかみたいな、応用問題的な感じやん、いやああいうの無理なんやね、マクローリン展開なんじゃそりゃ、そんな名前なんあれそんな名前だったん、初めて知った、あひらめき的な、そう確かにそういう系だったらもうできんのよね。こんばんは、大学かよマクローリン展開なんじゃそりゃ、分からんマグロは美味しいマグロは美味しい確かに、こんばんは。そして
して私は加湿器をゲットしました。これメールで送ったけど、じゃじゃん。私の新しいペットちゃんです。加湿器をゲットしました。こちらフランフランの商品となっておりまして、フランフランでゲットしました。これは去年ぐらいからあの加湿器は狙っていたんですけども、はい、まあ、確かにね。いや、これあれはあの壁紙買いに行った時とね、一緒に買ったの。あの去年さ、覚えてますか、あのクリスマスチャーミングトリップのクリスマス会みたいなやつでプレゼント交換みたいなのがあってから、そう、私があのチホンヌへのプレゼントを考える人だったんやけど、そうチホンヌにあのフランフランのちっちゃい加湿器をプレゼントしたんですよ。まあプレゼント考えただけやけど。そう、お代金はスタッフさんが払ってくれて、私は考えただけなんですけど、このちっちゃい角が生えたトナカイみたいな形の、そうフランフランのね加湿器をプレゼントしたんですよ。あ、2000円ぐらいでから、もう超お手頃価格やから、アリサも欲しいと思って、あれはアリサも家に欲しいぞと思ってね、そう狙ってたんですけど、去年は買えず去年は買えずね。今年もね、出てきてたんですよ、そのトナカイ型の加湿器が。そういたんです。だけどあのあれね、光らないの。まさかの加湿器ね、まあ、ちっちゃいからね、ちっちゃいから確かにもうそんなね性能も高くないとは思うしね、光らないっていうのがもう一番致命的で、この子はですね、じゃん、こうね、ちゃんとこう加湿してくれるのはもちろんなんですけど、こう長押しするとオレンジ色に光ってくれるんですよ。ちょっとブス。ここでオレンジに照らされたらちょっとブスやけど、これ光ってくれるのだからさ、なんだっけ間接照明みたいなあるじゃん。そう、部屋になんかおしゃれ女がさ、よくさ部屋に置いてありそうなさ占い、占いのなんか玉みたいな感じだけど、間接照明的なやつにもなるなと思って、そう部屋をこう寝るとき真っ暗にするじゃん。そう、もう何の光も見えないほど真っ暗にして、これだけこのオレンジの光だけこう光ってこう湯気が出てたらちょっとおしゃれ女じゃねえと思って、やっぱここが大事なんよね。こう湯気じゃないね、全然熱くないわ。湯気も出るし、あの光るし、一石二鳥、間接照明みたいなやつにもなるけ、もうおすすめよみんな。これフランフランで、やっぱ見た目はね、私がそう去年欲しかったトナカイみたいな形のやつの方が可愛いけど、光るの大事。オレンジしかならんのよ。でもそう、光の色変えれないんやけど、オレンジ色にしか光らんけど、まあまあまあ寝るときはオレンジがいいよね。そんな LED でめっちゃ真っ白な光で光られてもちょっとって感じやき。あ、明るさの調節もできんけど、これゲットできたのが嬉しいです。私は何時間かだけできる、あのなんだっけ、1時間後に消えるとか2時間後に消えるとかいうのだけ設定できる、予約タイマーなんていうんだ、タイマーか、タイマーだけ設定できるようになってます。いいでしょ、私は。ようやく加湿器をゲットした。まああったんよ、今
ぐらいさでっかいの持ってたんですよ。こんな雫の形したさ、よく電気屋さんに置いてあるようなこんなでっかい加湿器持ってて、そしたらあの朝起きたらびしゃびしゃになってるんですよ、窓とかが。わーって感じになるぐらい、その加湿されすぎて、もうでかすぎて加湿されすぎて、その窓とかがびしゃびしゃになるっていう現象があってね、全然使ってなかったんですけど、これぐらいだったらまあ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 、そうそう、でかすぎてね、性能が高すぎるとちょっとね困るんよ、逆に困るんよ。そうだからもうこんぐらいがいい、こんぐらいの大きさで、ちっちゃすぎずでっかすぎず、こんぐらいで4時間後には消えるから、4時間までが限界なんですよ。そうそうそう、4時間、長くても4時間経ったら消えるから、それぐらいだったらちょっとびしゃびしゃにならなくてよくない？朝までずっと加湿されとったらちょっとびしゃびしゃびしゃ窓びしゃびしゃやんみたいになるけど、そう、壁紙とかやばいよね。湿気がすごくて、そうなんや。でもあれさ、別にあの乾燥めっちゃ気になるみたいな人じゃないけどね、ちょっと家に加湿器あったらおしゃれじゃねみたいな感じで買った。ゲットしちゃった。あとね、これがね、これがセットで買ってくれとってね、これはママがなんか入ってた、なんだと思ったら、これは中に入れるアロマ的なやつ、そう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 のセット。いや、ちょっと取り出せん。ちょっとよくわからんけさ、この端っこから今使っていけないけど、ホワイトティー、ホワイトティーの香りっていうのをまず入れてみた。これのキャップ一杯分ぐらいこの水の中に入れたら。いい香りの蒸気が出てきます。完全におしゃれ女でしょ。すごいね、このさ、これをさここに飾っとるだけでちょっとおしゃれ女なんよ、アリサからしたら。これなんだ、アロマウォーターミスト、ここにフランフラン刻まれてまして、かっこよくない？これをここに飾って、でこれはノベルティで、そのノベルティでもらったんけど、ちょっとしてみよう。出ない？嘘、出ないじゃん。これはインスタフォロー、フランフランのインスタをフォローしてあげたらもらったんやけど、ノベルティのハンドクリーム出た、よかった、中身入ってないかと思った。おお、ノベルティこんなでかいのもらえるのすごいね。アロマウォーターとここにハンドクリームをこう飾っとくだけでちょっとおしゃれ。おお、フランフランの匂い。おー、いいね。何の匂いか分からん。でもフランフランのあの空間の匂いがする。はちみつエキス、何の香りかは分からんけど、あのフランフランのお店のあの空間の匂いがする。これいいね。部屋にハンドクリーム置いとる人おるんかな。それとオタマトーン、この歌舞伎のオタマトーンでおしゃれ空間になりました、ここが。いいね、よし。そして、そう、壁紙が届いたらこう張り替えるからね、ちゃんとこのボロボロ壁紙を。
その後ろのボロボロ壁紙を張り替えたらもうフランフラン女だって感じ。いいよ、頑張るぞ。いいフランフラン、フランフラン部屋にしたいな。ニベアのクリーム懐かしい。ニベアのカンカンめっちゃ使ってた。ニベアのこっち系、こっちチューブ系か。ニベアのか、あの丸いさカンカンのやつめっちゃ使ってたよ。アルコール消毒いいね、意識高め。フランフラン男子いいじゃん。いいじゃん、フランフラン男子。フラン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 、嬉しい。2月12日5時間目申し込みました。サトシンありがとうございます。2月12日5時間目ありがとうございます。バレンタインの直前なので楽しみましょう。にゃい、明日の13時までなのでね、はい、感謝枠になりますようにっていう感じで頑張りたいと思います。画像をね、新しくね作り変えた、見た作り方を変えてみました。どうですかね。ピンクパーカー写真撮って、嬉しい。載せて載せて載せて、楽しみ。こんな感じで画像のね、画像の作り方をちょっと変えてみました。もう一段あって、そうこっちのねメモバージョンもあるんで、詳しく書いてるメモのやつをこうつけてるバージョンもあるので、これは明日載せます。明日の朝、いや今日の、いや今日の夕方の方がいいかな。いやどうしようかな、どっちがいいと思う。そういうの大事よね。今日の朝一番にこれ載せたんですけど、でもそしたらさ、またさ同じような画像の投稿を立て続けにやっとるこいつってなるよね。でも明日の朝あげても同じことなんだけど、明日の朝一番にあげるか夕方にあげるか、朝の方がいいか。あ、夕方はもう終わってる。あ、夜、もう夜。バレンタイン賞見た、すごい。あのなんかさ、見たことある、あれ多分あの歌唱力の時にそう、ああいう系の服探しようってから、そう歌唱力の時に赤黒のゴスロリワンピースみたいなベビーメタルさんの歌歌うように探しとって、そうあれ見たことあると思った。高そう。でもこんばんは。もう夜か。夜、夕方、夜と夕方の違いが分からん。夕方が好き。夕方配信って言ってしまう。普通に8時とか9時からやるのに夕方配信って言ってしまう。有名なブランドなん、へえ。チャチャンチャ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 ラチャラチャ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 ラチャチャチャン。4時間目、さっきも一緒に来て、ありがとう。2月26日4時間目声おかしい。タウン君ありがとうございます。
フリピオ2月26日アリサカンパニーの日だね。アリカンの服着てきてよ。オンライン写メ買いました。ありがとう松安さん、嬉しい。 いつやろ写真、写真撮れるやん。いつやろか。ハロウィンの日だったらみんな仮装して来てねハロウィン仮装であれは写真撮る。いや、2着は大丈夫です2着は大丈夫です。とどどど大丈夫キョドル、キョドル女、だだ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 大丈夫です。バレンタイン、バレンタインデーキイスチャララ、バレンタインデーキイス。気になってました。嬉しい、キュンですキュンです。ウレティオンツーショットカナカよろしくお願いします。やっぱ10月30日とクリスマスツーショット撮れる。ハロウィンはみんな仮装してくるんだぞ。ハロウィン仮装、ハロウィン仮装。こんばんは。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫。ハロウィンの日はバルハラ。血のハロウィン、血のハロウィン戦争やん。アリカンティ、うん、アリカンティを持ってきてね。年明けのやつ、年明けのやつ何だったっけ？トラ？トラ。パーカーのアリカンレビューしました。ありがとう。モネちゃんありがとう。なんだこれは、カエル？何のリュックですか？カエル？虫に土土。何のリュックだ？虫編に知られるね。虫編に土土。カエル？フル？カエルのリュック？どういうこと？どういうこと？どういうこと？一発で読めたんすごくない？私合ってた。カエルのリュックは持ってないですカエルのリュック持ってますって言ったら逆に怖くない？サッカーのユニフォームいいじゃんサッカーのユニフォームいいやん。サッカーのユニフォーム、サッカー少年っていうコスプレで行こう。サッカー少年。カエルのリュックは持ってない。ウサギのウサギのリュックはそうね。今持ってるか分からんけど、ミウミウなら。でもあれさ、宇宙人のリュックが欲しかった一時期宇宙人のリュックが欲しかったな。かのんちゃんが思ってて、そうインスタに上げてたの。紫かな、紫色の服着て、でシルバーの、そう宇宙人のこう顔みたいな、もう宇宙人の顔だけみたいなリュックを持ってて、
そうカノン様が宇宙人のリュック持つなんてと思って、私も欲しいと思ったけど、いやいらねえやいらねえや。こんばんは。最近ねカバンばっかりなんか欲しくなる気がする。そう服じゃなくてなんかカバンがなんか欲しくなって増えてく。この前ファンの方にももらったし、カバンを。アマガエル色これはグレイルです。可愛くない？これはグレイルです。これチェキ会に持ってこっかなと思って。どう思う？緑映えそう。首詰まってるんですよこれ。ニット半袖だけど、そう首がついてるニットみたいなやつやから、どうやろね。首詰まってたらなんかさ漏れないやつとかもあるじゃん。漏れない時とかもあるよね。だから難しい。ネモハモルーマー嬉しい。コナン君見てくれたんですかありがとうございます。私もなんとなくついて行ってる。頑張ってる。覚えとく一個一個なんかね練習してから、このウィッチウェイっていうやつと、なんだっけな、この手とこのロックのなんか基本の名前忘れたけど、手と一個一個練習したんですけど、あとこのホイ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 ってこのリズムと、なんか一個一個練習したときにこれめっちゃ褒められたこれ得意。マルコちゃんハートありがとうございます。ありがとうございます。手をくるくるしてわかる。でもこれをなんかいっぱいやるの、パンキングみたいな。パンキングもね一回なったことあるよそうこうくる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 いっぱいやるパンキングっていうダンスがあって、一回やったことあるけど、とりあえずこの手はできるんやけど、ロックダンス何ができない、なんかめっちゃ止まらんといけん。バキバキ止まらんといけんやねん。ロックダンスってロボットダンスとロックダンスの違いがよくわからんけどそうちょっとそういうのができんね、向いてない。横ウェーブこれか。トゥ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 こんばんは。あれね、いやあれはね、アイス踊れないや。一曲をやってくださいって言われたらちょっと無理かもしれん。
そう、ゆきりんさんの YouTube 見とってから、ゆきりんさんもなんか覚えんといけんみたいな感じで、そう YouTube に上げてたんですよ。だからあー大変だなあーこのダンスはやっぱ大変なんだなと思ってたけど、いざやってみたらね、確かにやばい。見た目とね、見た目と合ってないって言ってたんですよ、ゆきりんさんが。見た目はちょっとなんか軽々しく、難しそうよ、難しそうだけど、なんかあんまり辛そうじゃないっていうか、簡単に踊ってそうに見えるけど、そうやってみたらもうきつすぎて、これはそうめっちゃ体力失われるって言ってたけど、もうその通り過ぎたその通り過ぎた。生でいいな。なんか足が絡まりそうになるんよ、確かに。足のステップが多いのに速いけ、なんか足絡まるでみたいなそう自分の足でこけるよってなる、確かに。はじめまして、嬉しい、リアリアちゃん、ありがとうございます。 ST48 広島県出身のありちゃんこと峰吉ありさです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。ありがとう、ふさんばらありがとう。あれはやばいね。こんばんは。ロックが得意です。なんかおらんもんね、なか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 ロックダンス得意ですって人おらんよね。いや、わかる。スタジオってなったらさ、いつもあれやんってなるよね。スタジオの衣装がほんまに欲しい。その何、衣装として作ってもらうみたいなやつじゃなくてもさ、いいからさそう、スタジオで、スタジオといえばみたいな衣装が欲しい、私も。そう、いつもあれじゃんってなる。ないんだよ、ないんだよ本当に。スタジオ T、 あ確かにスタジオ T シャツでもいいし、あの紫のスタジオ T シャツめっちゃ好きやん、あれさ、あの紫色のやつ可愛いからさ、あれになんか踊れるし、短いし、可愛いしみたいなスカートをなんかねゲットできたらいいのに。あと可愛い靴と、そう踊れるけど足が細く長く見えるんじゃないみたいな靴とゲットしたらねいいんだけどでもあれね、レッスン着バージョンもあるんですよそう、あのブラックの真っ黒の衣装のバージョンが今上がってるけど、そうレッスン着で撮ったやつもあるから、それも上がるんかな。こんばんは。そうレッスン着も撮るから、おしゃれめなレッスン着でって言われて、そうあのその前日にアウトレット行ったんですよ、私。アウトレット行ってね、アディダスでね、めっちゃ安くなってて爆買いしたから、ちょっと可愛いレッスン着、おニューの前日に買ったおニューのレッスン着着てるからそう、服だけはちょっとかっこいいんだけど。ゆうぴょん可愛い、ありがとうございます。服だけはちょっとできそうな感じ。アウトレットのその期間限定でね、アウ
トレットってこの三角の三角目のさアディダスしかないよ多分。多分よ多分。だけどあの葉っぱマークの方が好きで、恐竜の足跡かなんかカエデマークか分からんけど、葉っぱマークの方のアディダスの方が好きでから、期間限定でオープンしてたんですよアウトレットに。そうしかもめっちゃ安くて、めっちゃ安かった。なんか値札があって、そう値札に書いてある値段からさらにレジにて半額になりますみたいな書いてあって、アディダスの T シャツが2000円ぐらいで買えたんですよ。驚きアディダスの T シャツだよ、アディダスの T シャツが2000円ぐらいで買えてからね、すごい安かった。だから爆買いした。アリカのパーカー、確かにアリザカンパニーの衣装で行く私のこの T シャツでよければ、このパーカーをさ帽子かぶってビギナーみたいにしたらいいんか、いくない、私の服でよければこれでよかった、靴とかはコーディネートしますよって感じよね。うざ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 、ダンスナンバー系はちょっとこの黒パーカーでいく、私の恥ずかしい、自分が恥ずかしい、なんか撮影してきた、おおツイートする、やった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 、キャティーガールキャティーガール公演にする名前が言いたいだけ、キャティーガール公演にしてみる。うんまうまうんまうまうん、メンヘラ女子か確かにだらしない愛し方っぽい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 、グリーンフラッシュ、ティリティリティティリティリティリティ、あれダンスわからん、やったことない、曲は好きやけど、ラップとかどんなダンスなんやろ。こんばんは、こんばんは、ネモハムのルーあのフルはちょっと私はできないかもしれない感想のダンス、ピロンピロンピロンフルは挨拶できんかもしれんから、みゆみゆとみちゅに任せてもらってサビだけ入ってくるわ、サビだけ入ってくるね、サビは楽しいけど、そサビ何秒ぐらいあるんかね、あれ20秒ぐらい、2、30秒ぐらいのサビでもう限界すぎるあのダンスはじめまして、ヒロさんありがとうございます。 ST48 広島県出身のアリちゃんことミノヨシアリサです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。ありがとうございます。あ、ここまでが限界、今手が明日には治る、明日には治るんかいね、
ワクチン1回目ワクチンの副反応。え、水色の水星さん、仕事中なのにハートいっぱいありがとうございます。イエーイ、ハートいっぱいありがとう、水色の水星さん、ありがとう。でもハモるまになったら、9時台になったらショールーム、あ、ショールームしとったショールームはもうしとった。9時台になったらあれをやります。7並びを始めます。顔がまんまる。そんなことないよ、そんなことないよ。アイスの方は顔まんまる、顔がまんまるまるまる、たぬき女顔がまんまるまんまる。ツイッターに上がってた嘘、根も葉もない噂、タイトル根も葉もルーマ。確かにかっこいいもんね、根も葉も、根も葉も噂だったらさ、根も自分で言ってつぼった、根も葉も噂ってちょっとダサいやつ、根も葉もルーマ天才やな。ちょっと英語にしとけばかっこいいぜみたいな、ここは確かにある。うそー、訪れてる。あたらー、あ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 、チェックチェックチェック、みなしあいさです。久しぶりにフォークメガネ、これちゃんとね持ってたんです。私が作ったフォークサングラス、これもう寿命だな。でももう壊れそう、なんか怖い。嘘、声が遅れて聞こえる？イヤホン挿したのに。私のフォークサングラス、 TikTok で作った。全然可愛くないサングラスです。じゃあね、七並びをしながら、七並びをしながら歌います。あ、そうだ、こっちのさみちゅ待って、今ツイッターピュンって開いたらみちゅがツイートしてた。ストイックすぎるもっといけるはずだ、悔しすぎるからまた挑戦したいって書いて。確かに確かにね、ストイックすぎるキャプテン、どこまでもついていきます私はこれが限界かもしれんけど、
ドシチナラベを今から出します。かけすぎやろ。あのね、そうタブレットでカラオケしたらさ、音がさなんか割れたりするじゃないですか。そう声がでかすぎて多分あいさそういつも言われる。そうママにめっちゃ声割れとったみたいに言われるんやけどさ、だからあのこっちでカラオケしてタブレットの方で七並びをしようと思ってたんよ、ずっと。あ、そうすればいいじゃんと思ってたけど、タブレットに七並び登録してないや。ついまてんタブレットに七並びを登録してない、まだ。すみませんね、忘れてた。またやっとくわ。絡まっている。すいません。テロップ入れてなかった。並び七並べながら歌っている。七並べながら歌っている。オッケー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 。ちゃんと文章書けてた。ではいきます。ではいきますね。アップでおしめ見られてます。いやそれはちょっと恥ずかしいけど、自分アップでそんな見んていいやってなるけど。もうねママ、じゃあまず言ってからね。あ、曲決めてからの方がいいね。どっちやねん。何にしよう、何がいいですか。心もヘイネモハモルーマーって歌いいよね、好き。でもまだない、全然歌えんけど、まだないね。心もへい、体もへい、委ねて踊ろう君のルーマルーマルーマを、あなたルマン、うざ歌おうかな。急に、あ、わかった。またこちらのよこしょう。あ、歌舞伎おたまトーンが落ちた。こちらのパーカーを着まして、準備に取り掛かる。うざの衣装、今日のうざの衣装。チェ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 コマン、このパーカーはね、ちょっとね、サイズがね若干小さめかもしれんから、今からパーカーを買おうかなって思ってる方はちょっと言っとくね。アイさんもなんか一瞬思ったんよ、これはえっ、んこれ何だったっけ、 XL サイズだから、これは全然私の好きなぐらいのダボ感のあれなんですけど、これパーカーの M サイズとかはちょっとちっちゃめかもしれんから言っておきます。言ってお
ておきます。 OK。 で、7並べは10秒に押す。7分、9時7分10秒に押します。ちょ、ここから緑が見えてる感じがワンポイント絡まりすぎ。10秒に押しますね。20秒前。10 9 8 7、こっち向いた。5 4 3 2 1、スタート。7並べ押しました。お願いします。うざ。
こうかと思ったらパチ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 音が鳴るよね。うざっちゃっちゃっちゃうざうざうざ。あとここの髪の毛が邪魔邪魔すぎ。イケメそう。イケメそう。ここにピンがあった。ここで溜めたか。ボサボサすぎ。納豆みたいになる。お米、お米ちゃん。よし。これでいこう。あ、次、七並べはたーらこー、たーらこー、あっつ熱くなってくる。これ着てたらまだこのパーカーを着るには早いな。次は20秒に押します。14分20秒に押します。どうしよう。うざってきたらこれ。これなんか難しいとこあったっけな。あ、そう。あんまり風を。直った。七並べは20秒に押します。In your position, set.23秒に押しちゃった。昨日までの経験とか知識なんかにもつなだけ。風はいつも通る。誰も当たらんかった。Stand up like always. 開き直って開き直ってどうにか。
いいね。最後のとこが好き。何もできない、ちゃんとできない。それがどうした？僕らは若いんだ。熱っ。まさかめちゃんこ熱いやないか。うざね。あ、うざ、うざじゃない。リバーだか。リバー、リバーも好き。かっこいい系のソングになっとる。はい、ではうん40秒に押します。七並べ40秒に押します。お願いします。じゃ押してから始めるね。気づいたら終わってるから。40秒に押します。嬉しい。ブルー、ブルーさん、かっこいいとこも見せていくぞ。りんたろーさん、だるまありがとう。5、4、3、2、1、七並べ押しました。お願いします。前へ進め、ガリ。立ち止まるな、ガリ。目指す場所は日が昇る場所。間違えた。目指すは日が昇る場所。ちょ、間違えた。久しぶりすぎて。ちょ、もう一回やるね。間違えた、間違えた。目指すは日が昇る場所。希望の道を歩け。テイク2。 STU 48。 前へ進め、ガリ。立ち止まるな、ガリ。目指すは日が昇る場所。この道を歩け。行く手阻むリバー、リバー、リバー。横たわるリバー、運命のリバー、リバー、リバー。試されるリバー、迷いは捨てるんだ。根性見せろよ。ためらうな、今すぐ一歩踏み出せよ。 Be yourself。 前へ前へ。
You can do. ありがとうございます。あーいい歌。七並べボロ負けだった。3位か4位しか取ってない今日。いい歌だね。ありがとう。パチパチ。川渡れる気がした。本当よかった。君ならできるよ。 You can do it 感じ。この歌リバーめっちゃ好きだよ。あれさダンスナンバージャケというか歌詞がいいよね。怯えなくていい夢にしがみつくんだ願い叶う日が来るまで。あれはねこの曲めっちゃ良い。めっちゃ好きですこの歌。42。すいません引くやないか。私まだ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 行くぞ。カード全部自分にしてるよ。あ、真面目にの舞台で。そうなんだ。めっちゃいい歌よね。来月面接ある。頑張れはるかちゃん頑張れ。パーセンテージ少ない。え ?100 弱になるかね。どういうことどういうこと。私弱すぎ。カードが弱すぎ。アーシャーをアイコンに使ってる。あ、そういうこと。そういうのって関係あるんや。なんかドライブみたいなね。ドライブみたいな話になってきてる。すごい。そういうこと。弱すぎると思う。ひどいよ。みんなに弱すぎると思われてたんだ。ピエーン。ツーショットサイン会両方申し込みました。ありがとうサトシ。嬉しい。お話し会も受付中です。はじめましての方もぜひ。このただいまこの3時間がおすすめとなってます。よろしければぜひ。3分の1しかない。なんだてー、なんだてー。次何にしよう。次何がいいですか。じゃあ30秒に押します。七並べは30秒に押します。その間に曲を決めよう。リバーいい歌だな。前しか向かねえ。なんかさ、ユリが咲くまでにが好きなんよ、アリサ。ユリが咲くまでに勝負はついてるって曲が好きなのにさ、どこにもないよね、あの曲。そう、音楽アプリにもあんまりないし。あ、30秒押した押した押した。音楽アプリにもあんまないしさ、なんだっけ、カラオケにもあんまないし、なんてな。あの曲好き。スカート翻し裏地を噛んでしまったら終わり。揺れが咲くまでに。スタジオ公演でさ歌おうかしとったもん。そう、眉毛こうやってから一人でソロ曲にしようかなと思って。そう、ちょっと眉毛こうやって。ユリが咲くまでに勝負はついてる。うざい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 。
やりたかったよ。私以外私以外リリーララ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 、私がリリーなんだってなるよね。ララ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 、うざい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 、この曲がないのが悲しいんだよね。こっちならあるか。マジスカファイトって何？マジスカファイトって何なんですか？ AKB さんの曲、マジスカの曲。マジムリの舞台ではリリーは出てない。あ、そっか。後ろ向くのがかっこいい。それはかっこいい。え、舞台見たかった。めっちゃありさも、あれはさ、丘の花組が出てこない話、みんな悪い人ってことよね。リリー出てこない、悲しいね。見せつけたいならここでタイマンハロー。
ありがとうございました。聞いてみよう、マジスカファイトも。こんばんは、マジスカロクロー、ダセえ息が出るだけじゃ。次は7並べ50秒に押します。36分50秒に押します。50ネズミまゆゆさん、まゆさんじゃん。3、2、1、押しました。並べ対戦お願いします。お、2人当たった。スチューチー、やすべえさん、対戦お願いします。歌はこちら。あ前しか向かねえ、横を向いたら涙世界にビビってるけど、もう後に
ございます。これはコスプレじゃない、これは私がプロデュースして、じゃじゃーん、ファンの皆さんと一緒に考えて作ったアリカンパーカー、アリカン、アリサカンパニーパーカーでございます。かわいいでしょ。じゃじゃーん、じゃ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 ーん、ぜひ今ならまだゲットできます、こちらのパーカーちょっと今着方がダサいんですけどね、こうしてこうして、こちらの後ろの、後ろのここのデザインが特徴です。かわいい、かわいいデザインとなっておりますこちら今なら漏れなく、こちらのコメント欄のところをピュンってスワイプしてもらって、ちょうだい、本当にそう、コメント欄のところをピュンってスワイプしてもらって、あの私のねプロフィール欄に飛んでもらったら、アリサカンパニー×リバティンエイジの T シャツとパーカーはこちらっていうとこがあるので、そこにね、そこの URL から飛んでいただくと、こちらの T シャツとパーカーをゲットすることができます。イエーイ。そう、今知った方はもう超ラッキー、あと2日ぐらいでこれあの販売が終わるので、今ならまず間に合います。9月25日販売終了なので、あと2日、まだゲットしない方は今がチャンス、超ラッキー、今からぜひチェックしてみてください。 T シャツもパーカーも5色展開あります、チェックしてね。わ、なんちゃんありがとう、こちらこそありがとう。エンドロールはわからん、私踊ったことない聞いとった、見とった、エンドロール踊ってた人たちを見てた。どんな曲だったっけ、エンドロール、へい旅立ちの時、思い出は指卒業系になっちゃう。 Give me five 固定速度という越感、いいね、イエー、もう44分じゃん、はいや、そんな時間、え、うざから始めたよね、まだ5曲しか歌ってないのやばくないめっちゃな、いろ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 しながらやってた、まだ5曲しか歌ってないけど、めっちゃ歌った、体感、体感はめっちゃ歌った、何がいいかな、これは、あ、リバーリバーテイク2やったっけ、アフターレインです、聞いてください、探す
ございました。熱っ。好きが続いたが残念、すいませんすいませんでした。並べるの本当だ。テレレテレレテレレレ、ずっとこの画面に止まってた。じゃあ最後ラスト、ラスト並べとラスト歌、ラスト歌とラスト並べいきます。パッチ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 、パンジェラさんハートありがとう。七並べは30秒に押します。30秒に押す。1万かけられた。ピエン。30秒で、30秒に押します。最後どうしよう、リバーで終わる。リバー好きになった、今のこの短時間で。3、2、1、よし、地並べ押しました。めぐちゃんとせいがくん、対戦ありがとう。お願いします。では最後、スタジオバージョンネムハモルームを見てくださいTikTok に上がってます。前へ進め、ガリ立ち止まるな、ガリ悲願続く…あー間違えたまた間違えた。水吸うは日が昇る場所、なんでここ間違えるん、すまん。T シャツを注文してきてありがとう。 STU 48。前へ進めガリ立ち止まるなガリ、目指すは日が昇る場所、希望の道を歩け、行く手阻むには
ではランキングを読みます。13位、かんちゃん。だだはは。13位、かんちゃん。12位、を B 期間全日程で感謝役を全力で。あれ全部どうやって見るの全力で応援してくれているティガーくん、ありがとう。11位ヒゲのマサさん。10位ソイチローさん。9位サイモンさん。8位ヒデさん。7位セイガくん。6位ビッグウェブさん。5位ユッちゃん。4位パンジョラモンスターさん。3位ひとりごとさん。2位やすべえさん。1位はドゥルルドゥルルタン、なんちゃん、ありがとうございます。ありがとう。あ、ここでやったら見れる。え、どうやって見るん。全部わからん書いてないよ。ポチって出しても。パチパチ、ありがとうございます。はい、本日も配信を見てくださいまして本当にありがとうございました。ただいま7枚目シングルのお話し会受付中となっております。おすすめの時間はもうピックアップ、この3つ、あB 期間の第3次受付は明日の13時までです。明日の13時までです。ここで明日の13時までで第3次受付終わるまでにこの3時間が感謝枠になっていたらすごく嬉しいです。ここら辺がこの2つが魔法枠になっていてもすごく嬉しいです。頑張りたいと思います。まだまだ初めましての方もなんだこの手は、初めましての方も気軽に参加してくださったら嬉しいです。詳しくは STU48 キャラアニで検索。このおすすめの時間を中心にぜひ遊びに来てくださいまし、よろしくお頼み申し上げます。また明日の朝におすすめの時間画像投稿します。嬉しい。2月と3月考える、ありがとう。みんなで最後まで頑張っていけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。全日程感謝枠目指します。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。